先生、あのやはり若いですね、今日来ていらっしゃった方も皆さんも成功者なわけですけども、若くてまたもがいて、うん、将来の日本をというような人たち、ちょっとエールをお願いします。実は日本ってめちゃめちゃチャンスがある国なんですよ。だから要するに挑戦する人、挑戦する、まあ、数が増えれば増えるほどきっといっぱい成功者出てくると思います。ただやっぱりね、挑戦っていうのは失敗も多いから、だからその失敗を恐れずに、それからね、失敗に対してね、今世の中だいぶ寛容になってます。ちょっと前まで日本って失敗するとね、もうチャンスがないみたいなこと言われてましたけど、今最近ベンチャー の投資なんかもむしろ失敗したっていう過去がある人の方が評価される時代にやっと日本もなってきたんで、それでどんどん言ってください。はい、ありがとうございました。先生、なんかそういうベンチャーがですね、もうちょっと積極的にやれるような、なんかその国としてのインフラ作りみたいな、なんか先生として提言ないですか？僕自身はあんまり国のこと気にしない方がいいと思うんだよね。所詮国の動きって遅いし、やっぱり実際は同意なんですよ、どの国でも。だから実際その国の仕組みなんかを変えてきた、例えばアメリカや、ね、ヨーロッパの歴史もむしろやってる連中がガンガン行って、そこに制度がついていったっていうのが実態なので、あんまりそれを言い訳にしないで、もう国忘れてで、ね、市場は世界でしょ、世界相手なんだから、日本の国の制度なんて関係ないでしょ、どんどん行きましょう。はい、ありがとうございました。